ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。南海トラフ地震に首都直下地震など、数多くの地震が起こる可能性が指摘されているから、私もいろいろな防災対策を昨年から準備してきたわ。さすがに霊夢の家は、完璧に近い防災対策ができてると思うぜ。昨年から、いろいろ準備して結局いくらぐらい使ったんだ？トータルした額は見るのが怖いから出していないわ。まあ安くはないのは確かね。それにもう一つ確かなことがあるのよね。地震災害が起きた場合は、霊夢の家が一番安全ってことか？まあそれもあるかもしれないけど、あとローンの返済が120回はあるってことね。安心を買ったと思えば、安いものだと思うぜ。どうなんでしょ、現状で増えたのは借金だけなのよね。それでも生きてさえいればってやつだぜ。生きててもローンの返済に追われるだけなのよね。まあそんなに悲観することはないと思うぜ。実際にさっき霊夢が言ってたように、いろいろな場所で地震が起こる可能性についてよく言われているからな。実際に南海トラフ巨大地震が起こる可能性は、知っての通りかなり高いんだ。その時に役に立てば借金もした甲斐があるってものね。それで今回は、南海トラフ巨大地震の前兆に関する話をしてみようと思うぜ。よろしく頼むわ。南海トラフ周辺の地殻変動に関しては、海上保安庁が長期にわたって観測をしているぜ。海上保安庁が地震についても調査していたのね。資料によると南海トラフの海底に15箇所の観測点を平成18年度から設けているそうだ。平成27年度の資料では南海トラフ巨大地震の想定震源域におけるプレートの歪み状態が初めて明らかになったと書いてあったぜ。これまでそこまで踏み込んだ調査がなかったのね。まあ調べるにしてもエリアが巨大すぎるし、海底の調査はとてもお金がかかるらしいぜ。それで何がわかったの？1940年代に発生したマグニチュード8クラスの地震の震源域西側の沖合と東海地震の震源域の南西側に歪みの強い領域が伸びていること、以前から予測されていた沈み込む海山やゆっくり地震の活動域と歪みの弱い領域が合致することが初めて実際に確認されたこと、以上の2点が平成27年度の報告で分かったことだ。歪みの強い領域が広がっているってことは、つまり、地震が起こる可能性が高くなってるのね。確かに南海トラフ地震から80年近く経ってるから、当然のことなのかもしれないわね。でも、ゆっくり地震って何なのかしら？なんか妙に親近感が湧く名前ね。私たちは関係なくて、通常の地震よりもゆっくりと破壊が進む地震現象のことなんだ。そういう地震があるなんて、初めて知ったわ。さらに、南海トラフにおける陸側プレートの歪み蓄積の度合いも推定されている。場所にもよるけど年間5センチメートルから3センチメートルだそうだぜ。巨大な岩盤が5センチメートルも1年で動くってことだもんね。ものすごいことなのよね。この調査で報告されているのは、歪みが強いところと弱いところがあることだ。場所によって歪みの蓄積に差があるってことね。歪みの強い場所では地殻の動きが大きく、歪みの弱い場所では地殻の動きが小さくなる。これを観測することで、今回のことが分かったと言われているぜ。ここまでしないとわからないと思うと、お金がかかるのもうなずけるわね。海底に装置を設置して測量船と音響を用いて、距離などのデータを収集しているみたいだな。そしてその測量船と GPS 衛星をつなぎ、GPS に定位置を測位する方式で観測しているみたいだぜ。海底に設置した装置が音を使うのはなぜなのかしらね。基本的には水中では、大幅に電磁波が減衰してしまうからだろうな。また、水中では空気中より音が早く伝わるということもあるのかもしれないぜ。なるほど、そういう事情があったのね。それでも、すごい技術の進歩を感じずにはいられないわね。令和元年の報告では、新たに海底基準点を4つ増やしたと書いてあったぜ。観測点が4つ増えたということは、新しい発見に期待できるってことね。さらに、これまでの GPS 測位から GNSS 測位が活用されるようになったそうだ。GPS とは何が違うのかしら？簡単に言うと、GPS よりも測位精度が高くなったシステムのことだそうだ。従来の GPS では、衛星が理想的な位置にないと正確な測位ができなかったが、この GNSS ではより多くの衛星を使うことで、高精度の測位が可能になるそうだぜ。最も精度の高い測位法を用いた場合だと、測位精度はプラスマイナス 2cm とも、言われているくらいにはすごい代物だぜ。2cm って相当高い精度だわ。でも、それだけ精度が高い測位をしないと、数センチメートルの地殻の動きをつかむことは難しいってことね。技術力で地震に立ち向かうのは日本らしい感じね。ただ、それでも観測点における観測を正確に行うのは、難しいと言われているぜ。海底で起きていることを調べるのはやっぱり難しいのね。今後の技術革新で、さらに精度の高い観測やこれまでの困難を克服するかもしれないから、
それに期待していようぜ。令和2年の報告書では、南海トラフにおける海底近くでゆっくり滑りに起因する、地殻変動のシグナルが検出されたと報告されているんだ。どうしても、ゆっくりが気になってしまうわね。プレート境界断層が数日から数年かけて、ゆっくりと滑る現象のことだからな。ところでそのゆっくり滑りが観測されたことは、どんな意味があるのかしら？巨大地震の発生体となるプレート境界では、多様なスロー地震現象が発生していることが、主に陸域直下に当たるプレート境界を対象とした、GNSS や歪み計などを利用した、高精度な地震、地殻変動観測によって解明されたんだ。なるほどね。つまり、このゆっくり滑りは、巨大地震が起こる発生帯で観測される現象の一つなんだけど、これまで海底において観測することが非常に難しいものだったんだ。そして、ついに海底において、この現象が発生しているデータを得ることに成功したというわけだ。さっき紹介してくれた GNSS などの技術によって精度が上がったことや、観測点を増やしたことによって、海底におけるゆっくり滑りの観測に成功したのね。ちなみにこのゆっくり滑りは、プレート境界が強く固着していると考えられている領域の、全部の外側で起こっていることが、観測データから分かってきたんだ。南海トラフ地震がいつ起こるか、断定できるような観測データというわけではないけど、南海トラフ地震の発生過程に関する理解や、発生リスクに関する評価を進める上で、重要な知見を提供するかもしれない貴重な情報なんだ。こういった地道なデータ収集が、地震に立ち向かう上で大事なことなのね。いずれは地震も完全に予測できるようになったりする未来が、やってくるかもしれないわね。もし、それが実現したならすごいことなんだけど、さすがに今世紀で実現できるかどうかって感じだぜ。まあそれでも、少しずつ研究が進んでいるってことなのよね。地震の調査や研究をしている人はぜひ頑張ってほしいわ。もう十分に頑張っていると思うから、ご苦労様と言うべきだぜ、霊夢。確かにそれもそうかもね。つまりは、南海トラフ周辺の海底近くに関する調査も、年々進んでいるってわけだ。今後、また新しい有益な情報が得られるかもしれないから注意だぜ。それに、このゆっくり滑りに関しては、東日本大震災を引き起こした、東北地方太平洋沖地震でも観測されていたことがわかっているんだ。あの地震でも起こっていたのね。やっぱり、このゆっくり滑りが起こっている以上は、警戒しておかないといけないわね。まあそういうことになるんだぜ。他にも地震の研究に関しての話を聞きたいわね。それじゃ次は、東日本大震災に関する話をするぜ。2011年に発生した東日本大震災は、まさに大災害だったことは知っての通りだ。この地震はおよそ2万人もの人が亡くなった災害だった。地震と聞くと思い出してしまうくらいには、印象に強く残った地震だったわ。ただ、近頃言われているのは、この地震は始まりに過ぎないという可能性だ。どういうことなのかしら？つまりは東日本大震災がきっかけとなって、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震が、誘発される可能性があるということだ。でも、東日本大震災は発生から10年以上経っているから、さすがにそんなことはないでしょ。霊夢は一つ勘違いをしているんだぜ。地震の揺れが小さくなったり収まったりしているかもしれないとしても、今この時も遥か近くのプレート境界面では、プレートが沈み込み続けているし、絶えずいろいろな動きが止まることなく起きているんだ。なるほど、地震を引き起こす様々な要素は、絶えず動き続けているってわけね。確かに大きな地震から10年くらい経つから、心のどこかで大丈夫なんだと思ってたわ。話を続けるけど、東北地方太平洋沖地震は1000年に一度と言われるほどの、非常に珍しい地震だったぜ。千年に一度って、前に同じような地震があったのは千年近く前ってことになるのね。西暦869年に起きた、貞観地震以来の巨大地震だと言われているぜ。869年って言うと日本は平安時代になるのかしらね。平安時代の記録にも地震があった記録が残っていて、こんなことが書いてあるから紹介するぜ。5月26日、陸奥の国で大地震が起きた。空を流れる光が、夜昼のように照らし、人々は叫び声を上げて身を伏せ、立つことができなかった。ある者は家屋の下敷きとなって、ある者は地割れに飲まれた。驚いた牛や馬は奔走したり互いに踏みつけ合い、城や倉庫などが数も知れず崩れ落ちた。雷鳴のような海鳴りが聞こえて潮が湧き上がり、川が逆流し、海潮が長く連なって押し寄せ、たちまち城下に達した。内陸部まで果ても知れないほど水浸しとなり、原野も道路も大海原となった。船で逃げたり山に避難したりすることができずに、1000人ほどが溺れ、後には田畑も人々の財産も、ほとんど何も残らなかった。確かに大きな地震の最中は立っていられないものね。なんとなくだけど、川の氾濫だけではなくて、津波の被害も受けている感じの記述があるわね。
まさに東日本大震災と同様の被害を受けているように感じるわね。実はこの溶岩地震と東日本大震災は、似たような被害をもたらしたと言われているんだぜ。やっぱり過去の地震との関連があるってことね。そして、この溶岩地震の後、887年にはミンナ地震が起きている。これは南海トラフと関連した地震だと言われているぜ。溶岩地震から18年後に起きているということは、つまり、このミンナ地震は、溶岩地震と関連して起こった可能性があるのではないかと、考えられているってわけだ。だから、東日本大震災は始まりだという可能性があるのね。そういうことになるんだぜ。ちなみに溶岩地震とミンナ地震の間では、相模武蔵地震や、出雲においても地震が発生していると言われている。なるほど、その地震も溶岩地震と関連があるかもしれないってことね。ちなみに、東日本大震災や溶岩地震を発生させた要因となるのは、大陸プレートの下に海洋プレートが沈み込んでいる境界面だと言われているぜ。太平洋側の海洋プレートは、日本列島が乗っている大陸プレートの下に、絶えず沈み込んでいて、それによって大陸プレートも同時に引きずり込まれている。そしてその間大陸プレートは、その引きずり込まれるのに耐えているけど、いずれは限界が来て大陸プレートは一気に反発してしまう。そうなると大地震が発生するのね。東日本大震災や溶岩地震が発生した要因は、これだと言われている。そして、今この時も大陸プレートは引きずり込まれ続けているんだ。いつ反発してもおかしくないように思えるわね。ちなみに東日本大震災は、東日本が乗っている北米プレートの地盤を、大きく変えてしまったという話もあるんだ。どのように変わってしまったのかしら？東北地方太平洋沖地震の発生後に、日本列島は 5.3 メートルも海側へ移動したと言われている。列島が動いたとか、にわかには信じられないわね。さらに太平洋岸では、地盤が最大 1.2 メートルも沈降したことが観測されたんだぜ。日本列島自体が動いているような感じなのね。東北地方から関東地方までの太平洋岸地域が、東西に広がり、また一部の地域が大きく沈み込んだということになるんだぜ。結局、結果としては日本の陸地面積は、0.9 平方キロメートルほど拡大したと言われている。地震で日本の領土が広がったなんて驚きね。想像もできないくらい大きなスケールの話だわ。東日本大震災の本震の後には、長野と新潟の県境で、マグニチュード 6.7 の地震が発生したんだ。大きな地震が、他の地域における地震を誘発した事例ってことね。正確にはその可能性があるって話だぜ。こういった地震は内陸性の直下型地震となるから、突然、強烈な揺れが襲ってくるため、海で起こる地震よりも建物の被害が大きくなる。海の方で地震が起きているからって、内陸部が安全だというわけじゃないのね。つまり、そういうことだぜ。今回はここまでだぜ。やっぱり、南海トラフ巨大地震はいつか起こるのは間違いないわね。常に備えをしっかりしておかないとダメね。だから霊夢の投資も無駄じゃないと思うぜ。そう言ってくれると少しは気が楽だわ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。